はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では158日目、続きをプレイしていきましょう。 This is the police になります。ロジャーズ氏を死刑に対して不信感を表す。まあそれそうですよね。前回警官がことごとく休んだ挙句、出勤してくれた警官3人を一挙に喪失、かつ、事件の中では3人の市民に犠牲者が出るという形で、まあかなり不甲斐ない不甲斐ない形になってしまいました。フリーバーグ警察の崩壊、すべてロジャーズの責任。まあロジャーズの責任なのか所長の責任なのか、農民タコを UFO と間違えるというところですね。では早速なんですけども、今回はですね、3人一気に警官を失ってるので、シフト A の方に警官を投入しなきゃいけないんですよね。今日も欠勤者多いな。息子が交通事故に巻き込まれたと、まあ、そういうことであれば休んでいいでしょう。でベイカーですね、兄が森にハイキングに行ったまま行方不明、捜索しなければならない。まあそういうことであれば休んでいいよ。スペインはこれ酔っ払ってますね。大城、息子が交通事故に巻き込まれている。まあしょうがないよな。オハランナンは二日酔い。たくなー、こういうのが多くて困るんだよね。前回もね、結局6人しか出勤してきませんでしたからね。ちょっと早速、おっといきなり市長か。予算を削減、まあしょうがないね。警官を1人失ったということ、まあいいよ。じゃあまあしょうがないですね。まあ空きスロットを1つ消しましょう。でだ、まずはホティナ・シースラク医師。ボイド所長、この件はくれぐれも内密でお願いします。6ヶ月前テロリストたちが3つのサテライトを同時に打ち上げました。私たちの調査によれば、このサテライトから人間のエルキを吸い取ってしまう何らかの過敏性放射派が放たれていたとのこと。本当かな。私たちはすぐに市民の精神力を向上させる治療薬を開発。軍や警察の職員たちにとっては特に重要な薬です。この薬の最新版では臨床試験を行いたいので、あなたの部下4人を派遣してくれませんか。ここだけの話、これは極めてリスキーな治験となるでしょう。なぜならネズミを使った実験の結果があまり良くないかったからですと。報酬として8万ドルもらえるならリスクを犯す価値もありますよね。これはね、無視しましょう。貴重な警官をそんなリスキーなところに出すわけにはいかない。そんなことよりもこれじゃないんだ。今欲しいのはこっち。警察署に行ってリクルートしましょう。リクルート、シフト A の方がピンチなんで。いやー、ろくな刑事がいないな。いや警官か、まあ、しょうがないね。警視クーバー、これもシフト A に投入だ。政治的見解が不明なんだよな。どうしようもないですけどね。政治的見解の見極め方法がわからないからな。まずは自動車強盗からいきましょう。ハイになった若者たちが消防車を盗んで市内を走り回っている。サイレンを鳴り響かせ、ホースで方向車に向かって水を噴射していると。けしからんな。これはじゃあ新しい2人を投入しましょう。で、児童虐待の方からいきましょうか。フルーティーファニーという企業はおむつと玩具を製造していて、新製品についてプレゼンテーションを行った。若い母親とその子供たちのために道化師を招待したが、子供たちは道化師が気に入らず泣き始めた。道化師は観客たちに暴言を吐き叫んだ。おい、あの子供を黙らせろよ。我慢の限界だ。耳の中を引っかかれているような不快感だぞ。2人目の道化師は静かに様子を見守っていたが、第二次世界大戦で使用された銃をバッグから取り出すと銃口を観客に向けた。道化師はしゃがれた声で友人にこう言った。ミコワイ、誰を殺してほしい。指で指示でよ。撃ち殺してやるからさ。後にこの2人は元精神病院患者で、治療が終了して退院していたことが明らかになった。なるほど。これが本物の銃かどうかは別にして、子供に銃を向けてる時点で2人としましょう。いや、これ本当わかんないからな、政治的見解が。政治的見解が外れてると、場合によっては、
一気にまたね景観を失う可能性もありますからね。テロ行為です。カフェのウェイターからカフェの入り口付近で爆発があったと通報。耳が痛くなるような爆発音が外から聞こえたんだ。驚いてコーヒーを乗せた塗料を落としてしまった。お客は呆然としていて、いきなり爆弾でも爆発したのか、これなんか爆竹かなんかじゃないのっていうオチの気もするんですけどね。どうなんだろう。まあ、スワットチームも出す？じゃあこれ爆竹落ちの可能性あるよな。労働組合のミッションは無理だ。警官はいるけど今ちょっといない。警官の数が足りてないですからね。休みがねちょっと多すぎるんですよね。警官が負傷している。これは合ってないんだな。このヒゲ面2人は一緒に出しちゃいけないということが分かりましたね。テロ行為の方はどうなってる。爆発はどこにもなかった。まあいいでしょう。爆竹だったねやっぱり。エベレデショッピングセンターの児童虐待の方ですね。泣き叫ぶ子供たちと混乱した母親たちが逃げ惑っている。同居者は座って怒鳴りイライラして髪をかきむしっている。もう一人の同居者はパニックに陥る群衆に向け銃口を向けていると。心の落ち着く音楽を流すよう DJ に頼むか、かきむしっている道化師に襲いかかるか、銃を持った道化師に襲いかかり武器を奪い取るか。まあまずは武器を奪い取りましょう。自動車強盗の事件が発生してます。車が盗まれた後ポートマン市から通報。交差点にいたら銃を持った2人の男が近づいてきて車から降りるよう脅されたと。私は抵抗しなかったがなぜあんな古い車を欲しがってきたのかわからない。ここはじゃあミルサップに来いて。この2人は安心ですからね。喧嘩騒ぎですね。スポーツシューズ店です。2人の若い女が最後の一足となったブランドの靴を取り合っていた。お互いの髪の毛を引っ張り出したため対応に困った警備員が警察に通報。なるほど。この程度の事件普通に裁いてほしいけどな。ここはサンズとじゃあデールを送りましょうか。で自動車強盗の方は肩がついたね。この2人は安心できますね。じゃあこれを機にちょっと労働組合のミッションを終わらせちゃおう。麻薬の取引、住宅街です。自宅近くの駐車場で麻薬密売人が取引とコールマン氏から通報。その男はアラブ人で毎日音を立てながら原付でやってきて地元の小学生に麻薬を売っている。どうやら小学生たちは常連客のようだ。どうにかできないものか。これはねガセですね。さすがに小学生が麻薬を常連として買うわけがない。というかそもそも麻薬ってそんな安くないですよねきっと。そんな金ないでしょ。ドーナツショップ薬物所です。年配の男性が男が麻薬を使用しているところを目撃した。ポケットから白い粉の入った袋を取り出すのを見たんだ。そしてそれをドーナツに振りかけると怪物のように食べた。しかも子供たちの目の前で。これ砂糖ですね。これも無視しましょう。逃げられてるか。いやーこのサヌとブルーミングデールもダメだね。ブルーミングデールは基本的に誰とも合わなそうだな。協力体制の話ですね。労働組合の話。助かったよ所長。ビギンズのやつ俺が連行されてるのを見てかなり喜んでたな。まあ喜んでるのも今のうちだ。この金はちょっとしたお礼だ。退職パーティーの足しにでもしてくれということですね。いくらもらったの。15,000ドル。これようやく30万ドル超えましたね。まだまだ先は長いですけど。麻薬取引の方はガセでいいよね。何本物か。まあただ市民に死者とか出てないんでよしとしましょうよ。薬物使用の方はさすがに誤報ですね。いや小学生に麻薬を売ってるってすごいな。金になる商売だとはとても思えないですけど。密輸です。匿名の人物から密告。輸入規制がかかっている大量のタバコを港で荷下ろしているということらしいということですね。じゃあここはミルサップにコーティエを送りましょう。であればケネディを送っておこう。まあ、この3人は安心できるからな。ちょっと政治的見解の見極め方法が全くわからないな。ちょっと捜査入れとく。
まず二重殺人の方は写真が揃ってるかどうかというと、ちょっと確認しておくと、写真は揃ってそうだな。ちょっとここの事件解決もしておきますか、そろそろ。何だったかというと、そうだよね。そうそう。一度、ちょっと引き上げちゃいましょう。もうそろそろね、事件もどんどん解決していかないと。グレーのコートと白と T シャツを着た背の高い中年の男が店に入り、アルコール売り場に直行。これ全部が本当かどうかわかんないけど、監視カメラに関しては本当ですからね。グレーのコートと白と T シャツ、白のかな？ T シャツを着た背の高い中年の男が店に入り、アルコール売り場に直行でしょ？ってことは、まあ、これは関係ないよね。グレーのコートと白の T シャツっていうのは間違いないと。これ白の T シャツ着てるかどうかわからないな。で、アラーナ。目撃者ですね。その男は私のすぐ後ろでレジ待ちをしていて、なんだか不審な雰囲気でひどい匂いがしたので、支払いをしてすぐに出口に向かった。監視カメラによると、これは、アルコール売り場にしてビール6本パックを手に入れたってことだよね。ってことは、これも関係ないよね。ビール6本パックじゃないから。で、ベイブ。犯人と同じ列に並んでいたんですが、なんだかとても焦って緊張していたと。レジ側にクレジットカードを渡したら、口座に換算金がないと言われデビットカードだったんですね。レジ係の頭を打ったと。ほう。で、ペルゴラ。ケビンです。パートナーのロンと話をしていたら、女性客がやってきて、不審な男がいるというのは、これアラーナのことですよね、きっと。それでロンが様子を見に行った。すると何かがピカッと光って銃声がし、ビールを抱えた男がレジに向かってダッシュしてきたと。で、パレット。店に入ろうとしたら、すごい、男がすごいスピードで出てきて、危うく突き飛ばされるところだった。そいつはバイクに乗って逃げていった。バイクか。どうなんだろうな。順番に行くと、まずはレジ待ちをしていてっていう話だよね。バイク、これチャリンコに見えるんだけどな。まあ一応ここにしてみよう。で、まずはこれは何？これはクレジットカードじゃない、現金を渡してるね。ってことは、これは何を持っているかというと、これは警棒みたいなの持ってるな。いや、まだ写真揃ってないか、もしかして。レジ係の頭をいきなり撃ったわけでしょ。これは何を持ってるかというと、これ拳銃持ってるよね。ってことは、これも拳銃持っていると。これとこれはどっちかってことになるよね。これとこれは。まずは、店に犯人が入ってきたと。で、アルコール売り場に直行したと。で、男はビールの6本パックを手にするとレジへ向かった。これさ、ビール6本パックで殴りつけようとしてるように見えるんだけど、一応じゃあこれを出す？で、クレジットカードだって言ってるけど、これ現金に見えるよね。で、そうするといきなり撃ったと。で、銃を奪おうとしたけど間に合わなかった。銃を奪おうとしている様子はないからな。これきっとまだだな。これだってどう見ても現金だよね。クレジットカードに見えないもんね。ってなると、ちょっとまだ足りてなさそうですね。やめましょう。で、誘拐の方はというと、証拠写真の数が全然足りてない。児童の性虐待の方はどうだろう。逆にこっちの方が写真の数的には足りてそうだな。ちょっとこれ、ちゃんと見てなかったんで、もう一回見ますか。児童性的虐待事件。マイケル・ソング。これ被害者ですね。お母さんと帰ろうとしたら、神父に呼び止められたんです。神父は僕をオフィスに連れて行き、聖書台にあるお説教を大きな声で読むように言いました。
そして頭を垂れて座り、僕の肩に腕を回して僕のシャツボタンを外したんです。嫌だったけど僕は何も言いませんでした。少しすると審判はカメラを取り出してお説教を読む僕の写真を撮りました。次にカメラをしまってズボンのベルトを外し始めたので僕は走って逃げました。ちょっと全く興味がないな。ソング母ですね。マイケルは聖歌隊の練習にずっと前から参加していました。つい最近も信徒さんたちの前で歌ったばかりで、その時には皆が感激して拍手をしイエス様を称えました。その後でハバー神父が私たちのところに来てマイケルと一緒にお祈りしたいと言いました。きっと神がマイケルに天使のような歌声を授けてくださったからでしょう。神父が後でマイケルを送り届けてくれるというので、私はマイケルに神父と一緒に行くように言いました。で、医療専門家、マイケルは性的暴力を受けた痕跡はありません。何これ、ガセなのか。アーロン・ハバーのオフィスで聖火隊の少年たちがポラロイド写真に普通に見つかった。そのうち何枚かには洋服の一部または全てが抜かされた少年が写っていた。なるほど。あの日は仕事が忙しく歌の途中で教会を出なくてはなりませんでした。だがこれからは1秒たりともマイケルを教会に一人で残すようなことはしないつもりです。聖火隊ももうやめさせる。こんなことならロックバンドが何か歌ってくれた方がずっとマシだったと。まずは性的な暴行はなかったんだね。写真を撮っただけだってことでしょ、きっと。そうするとだ、順々に見ていきましょう。まずは、説教を垂れようとしたわけでしょ。神父って言ってるんで、まずこれは関係ないよね、女子だから。これ何持ってんの？何か持ってるな。何持ってんだろう。これは神父がベルトを脱ごうとしてるんで、これも関係ないね。で、写真を撮ったはあるでしょ。順々で言うと、まずはマイケルの話が本当だとした過程でいくと、シャツのボタンを外したんだと、まずはね。で、次に神父はカメラを取り出してお説教を読む僕の写真を撮った。これはどっちなんだ、ポラロイドなのか、それともこの一眼レフみたいなやつなのか。カメラって言ってるけど、子供はポラロイドかカメラのことなのか、それともあれなのか分かんないよね。まあ、ポラロイドとしましょう。この後ポラロイドが出てきてるって話だからね。まずは神父が話をして、神父と二人で行きます。二人で行っていたところ、僕の肩に腕を回して、これはこっちはない、こっちはなんか漫画っぽいな。となると順番で言うと、これを読まされたんだな。で、写真を撮ったと。いや、これはわからないな。何してんだこれ。靴ひも結んでるね。これはこれがわからないな。何してるんだろう。なんか手に持ってるけどな。で、これは拍手をしている。いや、全くわからない。母は感激して写真を送ったと言っているから、まずは感激して写真、拍手を送られて、神父がお母さんと話をして2人で行きました。で、肩に腕を回されてボタンを外されました。写真を撮られました。写真を撮られた後脱ごうとした。当たってるね。性的暴行をする前に逃げ出したということだね。よしよし、事件解決。これでいいかな。じゃあどこに誰を派遣するかだけど、アーロン・ハバーは現代アートに興味を持っているか、もしくはこっちは、アーロン・ハバーは信徒による集まる教会で説教して祈りを下げたし、ほとんどの時間をここで過ごしている。じゃあここに2人警官出そう。プラドにプロクター捕まえてきてね。二重殺人の方は、こっちの方は小道刑事が2人、2つやってるね。よし、これ今度こそここで写真が集まった感じだな。これだったらなんとかなるぞ。まずは2人がさっきまでやってましたからね。入ってきたら直行しました。いいよね。で、クレジットカードを渡したら、これクレジットカードでしょ。クレジットカードを渡したら、なんか違うねみたいな雰囲気になった。これバイクじゃないもんね。自転車だったんで、こっちで合ってると。で、クレジットカードを渡したら、これは違うよって言われて、いきなり打ち始めたと。ほうほう。
ちょっと待ってね、もう一回確認しよう。グレーのコートと白の T シャツを着た背の高い男性が入るアルコール売り場に直行して6本パックを手に入れた。いいよね。入ってきて6本パックを手に入れて、で、支払いをしてすぐにレジに出口に向かったと。ただその前にクレジットカードを渡したら、違うよって言われたわけでしょ。でそうすると何が起きたかというと、警備員が銃を奪おうとしたと言っているということは、順番的には何、こういうことで、結果的に何が起きたかって、これ関係ないもんね。これも関係ないでしょ。関係しているのは残りはこれだ。これも関係ないよね。殴りつけようとしてるけど、実際には銃で撃ってるだけだから。まだ足りないか。銃を出すことさえできなかったと言っているから、こっちだと思うんだよな。でパレットはというと、店に入ろうとしたら男がすごいいいスピードで出てきて、危うく突き飛ばされそうだった。でバイクに乗っていった。まあこれはいいよね。最後バイクですよね。入ってきてアルコール売り場に直行もいいでしょう。でこれを渡したもいい。で撃った。撃ち殺したがないんだな。こっちだな。どうだ、当たりましたね。よし、これも犯人を送りましょう。いや、なんか一気に事件が解決したな。密輸の方の報告が入ってますね。しっかり犯人逮捕。事件も進んでるし。おっと、地元のテレビ局が私たちの公益会社が落書きして消したりしてフィーバーグをきれいに保つため日々努力している姿を撮影している。見栄えを良くするため現場に警官を配置。いいでしょう。これはじゃあブルーミングデールに沼田さん、よかった。本当に2人残っておいて。これがね、前までとかだともう無理ですからね、数が足りなくて。さあ犯人逮捕の状態までは確認しましょう。場所違いか。いやー残念だな。二重殺人の方は大丈夫？よし、犯人捕まえたね。はい、というわけで事件はね、推理は当たりましたけど、犯人一人、児童虐待の方は取り逃がしちゃいましたけど、性的児童虐待か、次回そこはしっかり逮捕していきましょうというわけで、今回はここまでにしたいと思います。お、雪がちらついているところで、シナリオが少し進みそうですね。なんか持ってるけど何持ってんだろう。チャフィーだ。We've looked everywhere. I could bring you a nice box of Japanese tea. I think you'd fall in love. Let's get this over with. The people on the street are freezing by now. Oh, yes. I do apologize for the ill-mannered crowd. A man in my position deals with a lot of unpleasantness.Mr. Boyd, don't you wonder why Mayor Rogers so easily gave you your job back? I promised the doctors I'd think less. Funny. The people of this city are in the opposite situation. They've begun to use their heads for the first time in many years. They've learned to argue. But of course they can't agree on anything. Does Freeburg need change? Should the old guard give way to a new generation of politicians?
Would I make a good mayor? Was Stuart Rogers a bad mayor? All these arguments reek of naivete, but let's be charitable. Many of them are allowing themselves to doubt for the first time. What's important is this. In times when the people cannot reach an accord, what they need is something to unite them. And one of those things is their undying love for their chief of police. People can support me or hate me, can defend Rogers or demand his resignation, but they remain sure of one thing. Their police chief is a saint. Their police chief won't let the city fall to chaos. And despite everything, the events of recent months have only improved your reputation, Mr. Boyd. The people have been touched by your return. 立て続けに刑事事件も解決してますからね。To serve the city. And of course, Stuart Rogers, whose position is seriously shaken, wishes to take advantage of it. Rogers understands that. まあ、ただこの所長の本当の目的は50万ドル稼ぐことで、今30万ドルですからね、あと20万ドル足りてない。He'll tell the reporters that Eugene Chaffee was behind a series of terrorist attacks across the city. When he offered armed resistance during his arrest, Eugene was shot and killed. What are you going to do about it? What should I do? Respond in kind, of course. What? いや、これはチャーフィーとロジャースの全面戦争だな。You do understand what my gratitude would mean. Enough.いや、これチャーフィーにつくのかロジャーズにつくのか、マジで選択肢が決まるな。You ask for too much, Mr. Boyd. Oh, really?I'll visit you in a few days, Mr. Boyd. 数日後までにチャフィー派か、それとも現市長ロジャーズ派かを決めなきゃいけないんだな。 Thanks, but I gave him up. Might add a few years to my life. And one more thing. I wanted you to hear this from me, not the newspapers. Consider it a gift.誰だこれ、誰かが殺されてるけど。いや、マジでわからない、誰だったんでしょうね今殺されたのは。いや、すごく気になりますけど、では158日目、無事過ごすことができましたので、次回は159日目ですね、続きをプレイしていきたいと思います。ぜひぜひ続きも応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。